北九州、福岡大都市圏とは、北九州市と福岡市の2つの政令指定都市を中心とした都市圏のこと。両市を合わせて、福北と略称されることもある。北九州、福岡大都市圏という名称は、国勢調査における統計上の地域区分を主に指すが、この項においては、名称や定義が異なるものの北九州市と福岡市の2市を中心としている。 様々な地域区分についても述べる。国勢調査記載の都市圏としては、東都市圏は日本において三大都市圏に次ぐ規模を誇っている。福岡市の都心と北九州市の都心は約7 0トル離れており、それぞれが独自の都市圏を形成してきた。一般的な都市圏設定で用いる5%都市圏、10%都市圏で見ても、 福岡市を中心市とする福岡都市圏、及び北九州市を中心市とする北九州都市圏の両者の絶対都市圏が重なるのは、両市の間にある、胸方市、福津市、宮若市、音賀郡の一部に限られている。等都市圏の定義がはっきりしているのは、国勢調査における統計上の地域区分としての北九州、福岡大都市圏に限られる。 その他の名称が用いられるときはいずれも定義域が漠然としているが、その多くは単に福岡都市圏北九州都市圏という意味合いで用いられている。総務省統計局が国勢調査において統計上の地域区分として定義されているもの。福岡、北九州の漁師を中心市とし、両市への15歳以上の通勤、通学者数の合算が、 当該市町村の常住人口の1.5%以上を占める地域を指す。定義域ははっきりしているものの、定義の性質上、福岡市、または北九州市のうち一方に対しては通勤、通学客が近張な市町村も含まれるほか、大牟田都市圏など国土交通省が定義した都市圏を分断する線引きとなっている。なお、中心市である、 福岡市と北九州市もそれぞれの1.5%都市圏には含まれない。名称としての使用例は多く見られる。名称としての使用例は最も多い。福岡市、北九州市、胸方市、アジアス、九州などの公的機関や公的資料、新聞社などで広く用いられている。これら3つの名称の使用例を合わせると、福北大都市圏と並んで多い。 高速道路関門橋国道かつて福岡市と北九州市は県縁の中とされ、政財界は1995年まで断交状態だった。福北連携は1995年4月、福岡辞書の江本和彦と前輪の大迫忍が漁師の経営者を集めた梅う,うぐいす会を立ち上げ、経済面での漁師の連携を唱えたことに起こる。江本と大葉様の主張は、 経済のグローバル化の影響を受ける現在200万人規模の経済圏では立ち打ちできない福岡と北九州を合わせて香港やシンガポールと同規模の400万の500万人規模の経済圏になって初めてアジアの諸都市と競争できる。1999年5月からは福岡北九州両市長の定期会談が開始された。両市長は 福北連携の理念をまとめ、企画、財政、保健福祉、環境、情報管理、国際交流の7分野で研究会が発足し、一つの都市圏あるいは経済圏とみなして、日本国内のみならず、アジアに対しても競争力のある地域となれるよう、試みられている。当初、両市長による会談は半年に1回開催されて、いたが徐々に頻度が減少し、 12回目となる2011年を最後に開催されていない。福北連携によって以下のような事業等が実施された。以下は福岡あるいは北九州の各生活圏を目的地旅行先とする流動。福岡へ向かう大きな人の流動の中に北九州周辺生活圏が浮かんでいる形となっている。ありがとうございます。